はい。じゃあ、ロックマンでしょうか、ロックマン。僕は大好きなロックマン。これでいきましょう。ロックマン&フォルテでやりたいと思います。はい。まあ、これ僕以前ね、クリアしましたけど。はい。はい、小さくなりますんで、これエレトラーチメニュー出します。セレクトを押しながら Y。はい。まあ、皆さんの方はちょっとね、設定どうなってるかわかりませんけど、はい。人によってちょっとレトロアーチメニューの出し方違うと思いますんでね。はい。で、メニューを出してですね、メインメニューにする。はい。はい、これですね。はい。キャンセル、B ボタンでキャンセルすればメインメニューになりますね。はい。はい、それで、セッティングメインメニューを押して、はい。どれだ？セッティング。ちょっと待って。あ、これか。これ。あ、これね、この状態からもう一回、こっちにね、こっち側のメニューのね、メインメニューって書いてある、この下のセッティングってやつですね。はい。ここ入れる、押すんですね。はい。ああ、分かる。あれ、ちょっと待って。あ、いいのか。で、セッティングで、ビデオ。ん？あ、ビデオ、一番上か？ああ、これか、ビデオ。ビデオってこれやんね。右側の上から2番目のビデオ。一番上ですけどね、これ。どういうことじゃ。まあ、ビデオっていう画面あれすればいいってことか。んで、セッティング、あ、ちゃうわ。スキャンリングってやつですね。これですね。はい。これを押すと。はい。はい。そうすると、こういうメニューになるんで。アスペクト、レディオ。これか。はい。これを 3.2 にすればいいんですって。はい。ああ、なるほど。画面の大きさをこれで設定できるわけですね。はい。3.2 というか、3対2かな。はい。ああ、でかくなった、確かに。はい。これで、でかくなる。あとは、キャンセル。キャンセルすればいいんですよね。キャンセルというか、これをこの画面閉じればいいんですね。はい、おお、すごい。ああ、そうか。その画面もう一回戻るんですね。もう一回起動させなきゃいけないってことですね。あ、また小さくなってるやん。ちょっと待って。あれ？このね、レトロアーチメニューの閉じ方も正直よくわかんないんですよ、僕ね。そうか。閉じ方もわかんないんですよ。どうやったっけ？キャンセルして、セッティングビデオですね。紙とかがかかったな。はい。スキャンリング、はい。で、これ。で、3.2。3対2。はい。はい。これで、もう一回セレクトをしながら Y でいいのかな？ああ、これでいいのか。そうかそうか。はい。レトロアーチメニューを開くのをもう一回、ボタンを押せば、閉じられるんですね。はい。はい、そういうことです。
はい、ゲームはやりませんけど、はい。一応あのゲームアドバンスの画面の広げ方は以上ってことです。はい。これ一つね、終わりました。はい。あ、そういうことか。もう一つちょっとありますね。16.9 にすればもっとね、拡大されるらしいんですよ。ちょっとやってみましょうか。この音楽はテンガーマ教風目視録のボス戦の曲なんですけどね、個人的に神曲ですね。はい、まあいいや、どうでもいいや。それはセッティングビデオスキャンリングで、これ 16.9 にすればもっとでかくなるらしいですよ。これか、これか。ああ、なるほど、横の枠はなくなるんですね。ああ、枠はあるけど、まあもっとでかくなる。ああ、そうか。その代わりちょっとはみ出すんですね。なるほどね。はい。わかりました。はい。ということです。まあそこはお好みでね、選んでくださいとのことですね。はい。先生ありがとうございます。はい。で、それと、